さて、今年も台風の中心気圧が900ヘクトパスカルまで発達するような猛烈な台風が発生しました。ただ、皆さん、今年は台風の発生数が少なかったのをご存知でしたかどれぐらい少なかったかというと、今年の台風の発生数は16個。これ、実は、平年の発生数。 25.1個に対しては、およそ6割程度の数なんです。これかなり少ないと思いませんかちなみに、台風の発生数少ない順に調べてみました。こちら見ていただきますと、このまま台風の発生数が増えなければ、観測が始まって以来2番目の少なさなんです。記録的に台風の発生数が少なかったことがわかります。そして、 台風の接近数、上陸数も少なかったです。下が平年値、上が今年の統計です。こちら見ていただきますと、今年は接近数は9つ、上陸数は1つしかなかったんです。台風の上陸数も、えー、振り返ってみますと、こちら見ていただくと、少ないかった上陸数のランキング、これで見ますと、2023年は2番目に当たります。 というわけで、上陸数も記録的に少なかったんですよね。ただ、この理由の一つにエルニーニョ現象がありそうです。今年はエルニーニョ現象が発生していたんですが、こちら、青色のところをエルニーニョ現象で囲んでみました。エルニーニョ現象発生時の方が、こういった上陸数が少ない傾向にありそうです。その理由としましては、 太平洋高気圧の張り出しがいつもよりも弱まります。このため、台風は比較的高気圧の縁に沿って移動する傾向にありますが、えー、日本列島に接近、そして上陸しにくいような気圧配置になっていたと考えられます。さらに、海面水温の高い場所も少しずれてきますので、台風の発生位置もいつもより南東にずれる傾向にあります。さあ、今年、 あと残り1ヶ月です。12月はさすがに台風発生しないだろうと皆さん思うかと思いますが、実は12月でも台風は発生することがあるんです。過去10年間で8回、合計10個の台風が12月に発生しています。 というわけで、日本の南の海上では海面水温がまだ高い状況ですから台風は発生する可能性があるわけです。ちなみに、最も遅い台風の発生日を見てみました。こちら見ていただくと2000年では12月30日が最も台風の発生日遅かったんです。大晦日を除いては台風が発生する可能性がありそうですよね。えそして、 最も早い台風の発生日を見てみましょう。こちらなんと2019年は1月1日、なんと元日に台風が発生しています。ちなみにこの2019年の1月1日というのもエルニーヌ現象が発生していました。来年にかけてもこのエルニーヌ現象続くと予想されていますから、もしかしたら年明けも 早々に台風が発生する可能性があるかもしれません。皆さんぜひ台風情報にも注目してみてください。